はい、東北大2023年の問題を説明します。半径、平面上の半径1の円心の中心 O から距離4だけ離れた点を L とすると、点 L を通る円心の2本の接線を考えて、この2本の接線と円心の接点をそれぞれ M と N とすると、で三角形 LMN の、面積を求めなさい。面積やからね、まずはこの LM の長さですか。 LM の長さはこれ、ここ直角やから、これは4の2乗、 LM の2乗は4の2乗プラス4の2乗から1の2乗を引いてんな、この2乗、だから LM はルート15ですかな。これがルート15と、これもルート15やな。次、MN の長さ。MN の長さはね、ここまあ t としたら、t としたら、ここ θ やったら、この中これも θ やな。θ やから、MP の長さは、MP はここ θ やから、この事乗、この事乗を足す、この事乗はルートで15やけど、これ cosθ やな。 cosθ はここ θ やから、これ斜辺やな、4分の1やな。 cosθ は4分の1で、 sinθ は4分のルート15か、4分のルート15やから、今知りたいのは MP。MP と、で、この ML の関係が、これが、コサインシータやな。コサインシータ。で、コサインシータは、ここシータやから、どうなのかな。ルート15分の、MP が、ルート15分の MP が、4分の1か。MP は4分のルート15やな。 MP は4分のルート、MP は4分のルート15だと。ここ4分のルート15やから、 MN は、2分のルート15やな。で、ここが2分のルート15で、この三角形の面積っていうのは、この縦かける、高さやな。で、高さと、で、2分の1かけたらええんだけど、この LP っていう長さはね、これは、この事乗を足す、LP は、これは、sinθ って言ってんな。sinθは、斜辺が15やな。ルート15分の、LP が、これが3θやから4分のルート15。LP はこれから4分の15か。で、三角形の面積は2分のルート15かける、これ、ML は2分のルート15か。これな、4分の15かけて2分の1線な。じゃあこれどうなるんで、これは16分の15ルート15ですね。ちょっと変な値ですね。はい、終わります。